朝霞市内循環バス、ワクワク号、西武バス A7 から114号車朝霞市内循環バス、ワクワク号、リアスタイル西武バス A7 から114号車、朝霞市内循環バスは、埼玉県朝霞市のコミュニティバス。1994年8月1日、朝霞市内循環バスとして、運行開始。2004年10月1日の路線再編に伴い、公募により、 ワクワク号の愛称が与えられた。西部バス、ニーザ営業所、東部バスウエースと、ニーザ営業事務所、国際工業バス西浦和営業所の3社が運行受託している。1990年代前半に運行開始したコミュニティバスで首都圏でも早い時期の開業である。現在は埼玉県内のコミュニティバスを多数運行受託する3社にとっても最初期の受託であり、 朝霞市のコミュニティバスに対する意欲的な取り組みは、その後多くの路線が生まれた埼玉県内のコミュニティバスの講師ともなった。国際工業バスでは初のコミュニティバス運行受託であり、その後浦和市、日高市と続く。西武バスでは1991年の練馬区、シャトルバスに続き2番目で、埼玉県内では初の受託となる。その後に伊座市、川越市、 日高市と続いた。また東部バスでは、1989年の岩月市公共施設循環バス、1993年の和光市無料循環バスに続く3番目で、優勝運行の乗り合いバスとしてのコミュニティバス住宅では、朝霞市が初めてとなる。現在、日田折、溝沼線、根岸大線、宮戸線、内間木線の4路線が運行されている。温水プール、 温浴施設、トレーニングジムなどを備えた市営の総合健康増進施設、朝霞市健康増進センターワクワクドームを中心とした市内循環型バスネットワークとして運行されており、愛称ワクワク号もそれにちなんで命名された。開業以来すべての路線がワクワクドームに乗り入れていたが、2017年10月1日の路線再編で膝折り、溝沼線、 内間木線ではワクワクドームへの乗り入れを終了した。年末年始の12月31日と1月1日は全路線が運休となる。3から4ヶ月ごとに運行会社の担当路線が変わる形態をとっていたが、2010年4月1日のダイヤ改正により、路線ごとに運行するバス会社が指定されることになった。このため以前はバス停などの時刻表には、 どのバス会社が運行しているのか明記されていなかった。2017年10月1日の路線再編により、膝折り溝沼線が西部バス、根岸大線と宮戸線が東武バス、内間木線が国際工業バスと各路線ごとに担当会社が指定されることになった。同時にバス停留所に固有番号が割り振られることになった。また路線再編と同時に導入された。 新型車両では各社の車両カラーリングと担当路線のラインカラーを一致させ、どの路線の車両かを分かりやすくした。朝霞市内は幹線道路がそう多くはなく、従来の一般路線バスが運行されている地域以外では交通空白地帯が多く存在した。ベッドタウンとして朝霞市の人口も年々増え、駅前の放置自転車などが問題視されたこともあり。 交通空白地域の住民が最寄り駅や主役所へ出かける際の便利を図ろうと市がコミュニティバスを計画した。朝霞市内に路線を持つバス会社3社、東武鉄道、西武バス、国際工業バスに運行委託を依頼して承認され、1994年8月1日より運行開始した。1994年の開業時は以下2つの循環路線で、 運行開始した。開業時の運賃は1区間170円、2区間以上190円で、現金、または専用指式回数券での小払い方式であった。その後、ルートの拡大やダイヤ改正を経て、市内を一巡する形となり、運賃も初乗り170円の一般路線バスに、準じた、宅管制運賃となった。2003年10月1日に2代目専用車として、 小型ノンステップバスの日のレインボー HR を導入した。二代目専用車は環境に配慮して CNG 車を採用した。初代専用車は運行事業者により車種がまちまちだったが、この時から車種が統一された。2004年10月1日に路線再編を行い、それに合わせて市内循環バスの愛称を公募した。愛称はワクワク号に決定され、 前年に導入された2代目専用車には、前面に大きくワクワク号の文字を書いた新デザインのラッピングが施された。2006年には、運賃制度を再度改定し、宅間運賃から均一運賃に変更された。2017年10月1日、市の検討委員会がまとめた、朝霞市内循環バスワクワク号の運行見直し方針により、 大規模な路線再編とダイヤ改正が行われた。同時に CNG 車の老朽化により新型車両が導入され車両デザインも変更された。見直しのための調査の結果乗客の主目的が鉄道駅へのアクセスであることワクワクドームは200台収容の無料駐車場完備で利用者の大半がマイカーで来館するという利用実態を踏まえ運行開始当初の ワクワクドームを中心とした、市内循環型バスネットワークという考え方を見直すに至った。その結果、膝折り、溝沼線、内間木線のワクワクドーム乗り入れを終了した。その一方で、市民から増便の要望も高いことから利用率の低い区間を廃止して増便などのサービス向上に振り向ける方針とされた。利便性が低下し乗客の少ない内間木線に、 関しては、感染系路線と視線系路線に分割して感染は減便し、それを補うため視線系路線を新設して、社会実験を開始した。2018年5月16日、内間木線での社会実験の結果を受けて、ルート変更とダイヤ改正を行った。根岸大線、内間木線で同年1月1日に移転新築した TMG 朝海医療センターへの乗り入れを開始した。 同時に、内間目線社会実験では、利用者低迷を受けて、ルート変更と、減便も行われた。運賃、利用方法の詳細は、朝霞市公式サイト、朝霞市内循環バスの運賃、利用方法を参照。全路線が JR 武蔵野線北朝霞駅を発着し、隣接する東武東上線朝霞台駅も利用できる。朝霞駅よりも北朝霞駅へのアクセスを重視しているのは、 JR 武蔵野線と東武東上線の両方の需要を満たすためである。膝折り、溝沼線、編集指南西部を大回りする形で各種公共施設を経由しながら運行し、北朝霞駅と黒目川沿いの膝折り、溝沼地区と朝霞駅南口方面を結ぶ路線。運行開始時のルートをほぼ踏襲している。このルートに限らず他のルートも朝霞駅前整備工事により、 駅前バスロータリーに市内循環バスの乗り入れが可能となり、利便性が飛躍的に向上した。日ざ折り、溝沼線も過去にはワクワクドームに乗り入れていたが、2017年10月1日の路線再編でルートを見直し、市民会館、北朝霞駅前を四重二とし、北朝霞駅前ワクワクドーム館を廃止した。2019年8月19日、朝香警察署前停留所が、 幸い町3丁目交差点に解消予定である、根岸大線、編集朝霞駅東口方面から、指南東部の根岸大地区と北朝霞駅を結ぶ路線。こちらも運行開始時のルートをほぼ踏襲している。かつてルートごとに運行会社が分担されていなかった。時代は、膝折り、溝沼線の北朝霞駅止まりの一部が、折り返し根岸大線の北朝霞駅前初発便に、 なっていた。宮戸線と共に、ワクワクドームに乗り入れ、北朝霞駅前ワクワクドーム間は、宮戸線との並行区間。朝の一便は、朝霞市役所発、北朝霞駅前とまりの区間便となっている。2017年10月1日の再編で開始されたバス停ナンバリングは、北朝霞駅前バス停が、起点になるように不安されているため、根岸大線では、 バス停ナンバリングと実際の運行方向が逆になっている。2018年5月16日より、ルート変更、ダイヤ改正、内間木線とともに TMG 浅霞医療センターへの乗り入れを開始した。宮戸線、編集市北部の宮戸地区を北浅霞駅を奇襲点として循環する路線。従来の一般路線バスが入れない、境愛路線に侵入し、 北朝霞駅及び隣接する朝霞台駅へのアクセスを担っている。ワクワクドームから北朝霞駅前間は根岸大山との並行区間。内間木線、編集開業時は四北東部の内間木地区を迂回して北朝霞駅前へ結ぶ路線であった。大回りルートのため運行距離が長く駅への速達性が損なわれていたことと、 1>, 1から2時間に1本という本数の少なさもあり、利便性が高いとは言い難い状態であった。2017年10月1日の路線再編により、幹線系路線、循環系路線に分割され、新設された循環系路線は、ワンボックスカーによる無料運行の社会実験として、暫定的に運行開始された。同時に、幹線系路線では、ルート変更が行われ、 ワクワクドームへの乗り入れを終了した。この社会実験では、幹線系路線は、内間木公園北朝海機間を約15分で結び、路線バス用の車両1台で1時間に2本の便数を確保する。循環系路線は、幹線系を保管する視線として、ワンボックスカーの専用車両1台で高頻度の便数を設定し、内間木公園バス停を奇襲点に、 地域内を循環し、幹線経路線に乗り継いで、北朝霞駅へのアクセスを確保するという、二段構えの役割分担が図られた。2018年5月16日のルート変更、ダイヤ改正で、幹線経路線は、TMG 朝霞医療センターへの乗り入れを開始、同時に循環経路線は利用者低迷を受けて、ルート変更と減便が行われた。内間木線。 編集朝霞市,市内循環バス、内間木公園バス停は、国際工業バス、内間木バス停と同じ位置にある。国際工業バス、内間木バス停は、以前は、湯から、宮城というバス停名であったが、2015年10月1日に、内間木に変更された。内間木公園内には、市営の温浴施設、朝霞市の湯から、が存在したが、2006年4月に、 営業休止となり、2013年に閉鎖された。湯から、空場廃止後もバス停名として残っていたが、実態に合わせて、バス停名も変更された。運行開始時から2017年9月までの経路は、北朝香駅前から浄水場入り口から、ワクワクドーム大博物、建前内間木公園であった。2017年10月1日の路線再編で、ルート変更され、 ワクワクドームへの乗り入れを終了した。北朝霞駅博物館前の経路が変更され、ワクワクドーム経由から産業文化センター経由となり、産業文化、センターバス停に3路線が停車するようになった。また同時に、内間木線は利用者が少ないため減便され、それを補うため循環経路線が内間木公園市重儀で新設、社会実験として試験運行が開始された。 2018年5月16日より、根岸大ダとともに、TMG 朝霞医療センターへの乗り入れを開始。内間目線、編集2017年10月1日の路線再編により試験的に運行開始。社会実験として、運賃無料での運行。乗り合いタクシー方式で、1日24便、平日、土日とも同時刻の運行。 車両は8人乗りワンボックスカー車両での運行。使用車両はリース車両のトヨタハイエース。自家用登録の白ナンバーで銀色一式の車両に市内循環バス、内間木線循環系路線の文字とポポタンのイラストが描かれた内間木線のラインカラーであるグリーンのステッカーをつけて運行していた。またパークバスライドの試みとして内間木公園バス停に バス利用者用の無料駐車場、駐輪場、バイク置き場を設け、交通結節点として利用することとした。2018年5月16日、内間木仙台ヤ改正。同時に循環経路線の利用者低迷を受けて、ルートを変更し、1日19便に減便。6月16日に地元説明会を行い、定実績が続けば、社会実験は中止せざるを得ないことに、 町内会役員を含めた参加者が合意、8月に社会実験の継続可否を審議することとなり、9月で社会実験を終了することが決定された。内間木公園バス停の交通結節点としての無料駐車場、駐輪場としての利用は、市の土地活用方針が決まるまで暫定的に継続し、内間木地区を含む 公共交通空白地区の改善は2019年度以降に改めて行い、持続可能な市内循環バスへの見直しを検討することとした。1994年の運行開始時の路線については、遠隔を参照2017年10月改正までの路線、編集運行開始時の構想に基づくダイヤ編成となっているため、平日は朝夕ラッシュ時に運行本数が 比較的多く設定され、土日祝日は日中に運行本数が確保される。膝折り、溝沼線、編集運行開始時のルートを、ほぼ踏襲している。根岸大線、編集運行開始時のルートを、ほぼ踏襲している。膝折り、溝沼線の北朝霞駅止まりの一部が、折り返し根岸大線の北朝霞駅初発便となる。宮戸線。 編集北朝霞駅を奇襲点とする循環路線。従来の一般路線バスが入れない、京愛路を運行し、宮戸地区と北朝霞駅、朝霞台駅へのアクセスを担う路線として設定された。内間木線、編集2010年4月1日のダイヤ改正で、運行区間が一部変更された。ポポタンラッピングの新型車両。 西武バス A7 から114号車2017年10月1日の路線再編と同時に使用開始された3代目車両。日のレインボー HR の老朽化に伴い、日のポンチョに代替された。車両デザイン、編集現行車両の導入に伴い、カラーリングも三車共通から再度変更された。西武バスがライトピンク、東武バスがライトブルーとパープルのグラデーション。 国際工業バスがライトグリーンの3色となり各社の担当路線のラインカラーと車両の色を一致させた。車体ラッピングの新デザインは市内を流れる黒目川と市の花つつじ、市の木けやきをあしらったものとなっている。また、同2017年3月15日に誕生した朝霞市の公式キャラクター、ポポタンが全車両にラッピングされている。黒目川のほとりに咲く タンポポの妖精という設定でキャラクターの名称は全国公募により決定された。新型車両のデザインは東洋大学朝霞キャンパスのライフデザイン学部の学生に依頼し、市の選定委員会が選定したもので、同学部人間環境デザイン学科4年生の女子大学生の作品が採用された。国際工業バスでは2017年10月1日の路線再編に 新車導入が間に合わず、翌2018年5月に新型車両が納入されるまで、2代目車両の日のレインボー HR の上から、ライトグリーンの新塗装ラッピングを施して運行していた。内間木船専用の新車導入に伴い、2代目専用車両の日のレインボー HR は全廃された。なお726号車は、川口市、コミュニティバス、 みんな仲間バスからの転属者で CNG 車ではなかったため最後まで残り、除籍後は元国際工業グループの州北バスへ移籍している。オリンピックナンバープレート編集2017年12月より新型車両のナンバープレートが2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートに交換され、全車が希望ナンバーで20から20を取得している。 朝霞市内の陸上自衛隊朝霞訓練場がオリンピックの射撃競技会場となったため、新型車両前6台に特別使用ナンバープレートが採用され、すでに新型車両を導入済みの膝折り、溝沼線2台、根岸大線、宮戸線3台は同年12月にナンバープレートが交換された。内間木線では2018年5月に代替を予定していた。 新型車両1台も特別使用ナンバープレートで導入された。2台目車両の CNG 車国際工業バス736号車2台目。車両の CNG 車、西部バス A3 から950号車2台目車両。編集2003年10月1日より使用された2台目。専用車両。初代車両が2003年の自動車排出ガス規制に適合しなくなるため代替された。 2代目から車種が統一され、車両はすべて、朝霞市が購入して保有し、各事業者の営業所に配置された。レインボー HR の7メートル車の CNG、改造車は、全国的にも珍しいものであった。2代目車両も当初は、初代カラーで導入され、ワクワクゴーラッピングに変更されるまでの1年間は、初代カラーをまとっていた。2004年10月1日の路線再編に伴い、 愛称、ワクワク号が公募により決定。車両デザインもワクワク号ラッピングに変更された。前面に大きくワクワク号の文字が入り、朝霞市の花つつじと市内を流れる黒目川の魚を描いたピンクとブルーの印象的なデザインとなった。バス停留所のデザインも変更され、新デザインのワクワク号車両が描かれたものとなった。また、専用車両の故障や、 検査などの際には、各事業者の一般路線カラーの小型車が代走することもあった。この場合は車体にワクワク号のマグネットをつけて運用していた。また代走車として、西武バスでは、日産ディーゼルスペースランナー RM、国際工業バスでは、イスズエルガメオなどの中型車が使用されることもあった。初代車両、編集1994年の運行開始時より、使用された。 初代車両。各社一台ずつ専用車両が新車導入された。三車とも朝霞市内循環バス専用塗装でワクワク号の相性がつく以前の初代カラー。白地に淡いピンクとグリーンの斜めストライプと朝霞市の市章にも採用されている羽ばたくアスカの絵が描かれていた。前後に扉のマイクロバスが使用されており、三車で車種は統一されていなかった。 ありがとうございます。